皆さんこちら見てください。最新情報、発売時に遊べる様々なコンテンツを一部ご紹介ということで、こちらですね、モンスターハンターライズ Steam 版公式ホームページになってます。で、発売日としましては来年の1月13日木曜日、こちらに関しては共通の認識かなと思いますね。で、現在は体験版が配信中なわけなんですが、なんとね、この度最新情報が出てました。なので今日はね、こちらについて確認していきましょうか。ではポチッとな。で、発売時に遊べるコンテンツについてっていうことで、まあ、いろいろなことが書かれているわけですが、先日更新データバージョン 3.6.1 配信されましたね。まあ、ここに関しても皆さんご存知かと思いますね。で、まあそこに関しては分かりましたと。で、この更新データバージョン 3.6.1、 こちらの内容を含む形で Steam 版モンスターハンターライズ発売する予定ですと、まあ、こういったことがここに記載があるわけなんだけど、ここで気になってくるのが、このね、2022年2月の末に任天堂スイッチ版との配信内容の同期を予定してます。これめちゃくちゃ気になるよね。これって何みたいな。まあ、更新データバージョン 3.6.1、 こちらの内容を含む形っていうのはわかるんだけど、その後に2月の末に任天堂スイッチ版との配信内容の同期を予定してるっていうことは、すなわち 3.6.1 から何かしらのブラッシュアップがあるっていうことがこのことからわかると思いますね。だってさ、このバージョン 3.6.1 から動かないんであれば、2月の末に配信内容の同期っていうのはしなくていいわけだからさ。ただわざわざ2月の末に同期するっていうことは、やっぱり何かありそうな感じはしますよね。ですので、まあ、例えばその、刻んでくるアップデート、例えば、バージョン 3.5 とか、まあ、3.4 とか、今まであったわけなんだけど、それじゃなくて、普通にバージョン 4.0、これ、1月の末、いや違うわ、2月の末か。2月の末に来る可能性、普通にあるんじゃないかな。だってわざわざ配信内容の同期を予定してるっていうことでしょ?で、しかもさ、別にその任天堂スイッチ版とのクロスプレイであったりとか、クロスセーブに非対応ということだから、わざわざ同期をする必要性ってないんですよ。ただその中でわざわざ同期をするっていうこと。そして発売日は1月13日。で、更新データバージョン 3.6.1。今の最新のバージョンなんだけど、これを含んだ形で配信されることが決定してるわけなんですが、ただそう考えるとやっぱり2月の末に、何かしらのアップデートがやってくるんじゃないかな。まあ、これがね、大型なのか小型なのか分かりませんが、ただ何かしらの新要素っていうのは来るんじゃないかな。多分その可能性が高そうだなと思いました。まあ、さすがに1月末ではないでしょう。だってここに2月末って書かれてるから。なので1月と12月は特に何もなくて、で2月の末にもしかすると大型アップデートがやってくる可能性があるっていうことか。なので、それまでは、まあ、例えばバージョン 3.7 とか、まあ、3.8 とかあるかわかりませんが、まあ、そういった形で繋いでくるんじゃないかなと思ってます。ですので、12月はバージョン 3.7。で、1月はバージョン 3.8。で、2月になったらバージョン 4.0 みたいな、そういった形じゃないかな。いやー、これはね、夢が膨らみますよ。はい。で、Steam 版に関しては、最初から、なんだこれ。ストーリーズ2か。で、あと、狼とか、ストリートファイターとか。で、先日あったロックマン。で、帰ってきた魔界村。で、ソニックと。まあ、こういったものが追加されてますよっていう感じか。で、今回はコラボレーションということで、一つにくくられてるっていうことですね。はい。で、今のところですね、モンスターハンターライズ。まあ、スイッチ版の方では、ロードマップも特に公開されてないから。ですので、このまま行くと、12月と1月、特に何もないんじゃないかな。特に何もなくて、1月に Steam 版出て、やっぱり2月の末に何かしらの大型アップデートあるんじゃないかなと思ってます。まあ、大型アップデートというか、どちらかというと、なんか他社コラボな感じがするけどね。まあ、何とコラボするかって言われるとわかりませんが、多分、任天堂タイトルとかと、ね、何かしらのコラボがあるんじゃないかなと思ってますね。多分、その可能性が高そうですね。はい。まあ、新しいモンスターであったりとか、
まあ、新しいね追加機能とかあれば嬉しいんだけど、たださすがにそれはもうなさそうな感じがするから、ただワンチャンねコラボモンスターはあるんじゃないかなと思ってます。ただそれぐらいかな。まあ2、3ヶ月前ぐらいかな、2、3ヶ月前ぐらいから噂になっていたイビルジョーとかブラキディオスとか、まあ、そういったモンスターたちはやっぱりあれじゃないかな、サンブレイクで登場するみたいな、なんかそういった可能性が高まってきたのかなと思いました。ただね現時点で特に何も情報が出てないから、まあ追加される可能性っていうのは少ないんじゃないかな。まあ、モンスターハンターライズも発売してから結構時間経ってるわけだから、もうなんだかんだ言ってさ9ヶ月経ってるわけでしょ。やばいな、そう考えるともう9ヶ月経ってるのか、全然実感湧きませんが、なのでこのタイミングで何かしらの大型アップデートを入れてくるっていう可能性はなんか低そうな感じがするから、やっぱりね何かしらのコラボじゃないかなと思ってます。まあ、ここに関しては多分ね人によって捉え方であったりとか考え方であったりとか違うと思うから、ぜひね皆さんの予想だったりとか希望だったりとか、そういったところをコメント欄に書き込んでいただければ幸いです。よろしくお願いします。ただねスチーム版めちゃくちゃ楽しみだな。個人的にはスチーム版かなり期待します。僕もねスチーム版に関してはバリバリやっていこうかなと思ってるんで、まあ、サンブレイク出るのが2022年の確か7月か8月か、まあ、早ければ6月っていう形になっていたと思うんで、まだまだ時間があるわけですよ。まあ同時期にポケモンのアルセウス出る予定なんですが、まあそれと並行してやっていこうかなと思ってます。ただまあね、発売日がまだまだ先だから、今からモンスターハンターライズ、スチーム版で1からやっても全然間に合うと思うんで、僕はね、ちょっとスチーム版でしばらくやっていこうかなと思ってます。まあ任天堂スイッチでもいいんだけどな、まあ両方ともやっていくって形になるかな。はい、まあそんな感じでございます。で、ここにですね、米印で、わざわざ任天堂スイッチ版とのクロスプレイ、クロスセーブは非対応となります。また改めて書かれておりました。こちらに関しては、Steam 版のモンスターハンターライズ発表された時にもありましたが、ただ改めてまたまたここに記載がありますね。なので、今後のアップデート、例えばその Steam 版でもアップデートがあると思うんだけど、そのアップデートによって、まあ、将来的にクロスプレイとか、クロスセーブに対応する可能性っていうのも極めて低いのかなと思いました。まあ発売段階ではクロスプレイとクロスセーブしたいよっていうのはわかるんだけど、ただねこれを見た感じだと発売してからも、まあ、ずっと非対応のままみたいな、そういった可能性が高そうですね。まあわずかな可能性にかけていたんだけど、やっぱりクロスプレイとかクロスセーブは非対応か、これさなんでクロスプレイしないんだろう、ちょっとそこが気になりますよね。まあ明確な理由っていうのが分かればいいんだけど、これさ明確な理由っていうのが分からない状況ですからね、どうなのかなっていうところ。まあクロスプレイクロスセーブか、まあ、最近のゲームだとやっぱりねこういうクロスプレイっていうのは当たり前だからさ、例えばフォートナイトだったりとかマイクラだったりとか、まあ様々なゲームでクロスプレイに対応されてるわけで、まあモンスターハンターぐらいじゃないかな、メジャータイトルだとクロスプレイ見たいよって逆に珍しいよな。まあ多分カプコンの意図であったりとか作戦っていうのがあると思うんですが、ちょっとそこについては見えてこない、そういった状況になってます。はい、ということで長々と喋ってきたんですが、今日の動画はこの辺りで終わっていきましょうか。まあとりあえずねこういった形になっているので、もし興味ある方はぜひねスチーム版のモンスターハンターライズ、こちらの公式ホームページぜひご覧になってはどうでしょうか。ただ発売もいよいよですね、本当にあとわずかでモンスターハンターライズスチーム版発売しますよ。残り2ヶ月切りました。ただそう思うとねちょっと感慨深いところがありますよね。なので、まあ、今回は最新情報ということでこういった情報が出てきたわけなんですが、あと2、3回ぐらいは何かしらの情報が出てくるんじゃないかな。はい、まあそんな感じ。まあとりあえずね2月末期待しておきましょう割とマジでね期待するしかないよな、2月末。ただわざわざ2月末に同期が予定されてるって書かれてるから、まあこれっていうのは本当に意味深ですよね。はい、ってことで今日の動画この辺りで終わっていきます。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録してこれからもモンスターハンターの動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。おそらくモンスターハンターやってる方であればチャンネル登録しておいて損はないんじゃないかなと思いますね。
ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。